たまらんなということも、鮭を整え、鮭取り組まれ、鮭というね、本日はなんと、上司祭第2弾ということで、まあ、天草四郎もロビンフッドもね、もちろんアリスも欲しいので、どれか出てください。それでは、10連ガチャ行きましょう。ガチャル、昨日動画見てくれたかな。そういえば昨日、つい念願のあいつが出たんでね、めっちゃ嬉しかったんで、マジで見てください。もうずーっともう1、2年ぐらい欲しいって言ってたキャラが出たんでね。できますよ、ストライク、シャケ。さあ、何が出るかな。頼むよ。止まれ。止まれ、止まれ、止まれ。頼むよ。ロビン、ロビン。止まったらもうほぼロビンみたいなもんだね。あれ、ちょっと待って、ちょっと、重心したい。おお、止まった。あ、これロビン、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 ロビン。黒田官兵衛、俺持ってなかったの。この端末は俺一回も出したことなかったんだ、黒田官兵衛。そしてまさかの爆死。なんだろうね、さりげないこのアスラがやばいよね。なんなんアスラとか。ビービーもさ、ワクワクついてないけどさ、もう昔の星音も絶対もうワクワクつける気ないよね。ビービーはなぜついてないかよくわかんないけど、もういろいろと意味わかんねえわ。黒田カメラでもワクワクついてるっていうね。はい、ということでね、まあ、完全なる爆死でございました。本日はここまで見てくれてありがとう。つくまきり、たまらんな。でご視聴の方はチャンネル登録をタップ。パソコンでご視聴の方はチャンネル登録ボタンをクリックしてください。また動画以外では Twitter でいろいろとつぶやいてますので、ぜひフォローしてください。たまらんな。